こんにちは。プランツカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。9月に入り、ベランダでは暑さの中にも秋の気配を感じています。9月8日は二十四節気の白露です。白露とは、夜中に大気が冷え、草花や木に朝日が宿り始める頃、降りた露は光り、白い粒のように見えます。日中の暑さも和らぎ、だんだんと秋の気配が深まっていく頃です。9月の9日は朝陽の節句です。中国では奇数のことを陽数と言い、縁起が良いとされてきました。最も大きな陽数の9が重なる9月9日を重なる陽と書いて朝陽の節句と決められました。無病息災や子孫繁栄を願い、お祝いの宴を開いたことが起源です。陽が重なると災いが起こりやすく、不吉だとも考えられており、良くないことが起きないように9月9日には邪気を払う風習も根付いてきました。1月7日の神日の節句、3月3日の上司の節句、5月5日の端午の節句、7月7日の七夕の節句の5節句とともに日本に伝わり、平安貴族を中心に季節の移ろいをお知らせる節句として広まっていきました。旧暦の9月の9日は現在の10月の中旬頃になり、菊の花が一番美しい頃なんですが、菊は邪気を払う力を持つと信じられていたので、朝陽の節句には菊の花を鑑賞したり、菊の花を漬け込んだお酒を飲んで無病息災や不老長寿を願いました。菊に綿をかぶせて、そこにたまった夜露で肌を拭くと若さを保つことができるという言い伝えもありました。朝陽の節句は季節の花である菊を用いることから菊の節句とも呼ばれ、江戸時代には庶民の間でも親しまれました。朝陽の節句は秋の節句でもあったため、作物の収穫祭として全国各地で受け継がれています。九州地方のくんちという秋祭りがあるんです。九州の方言で9日、9日をくんちと意味しており、収穫を感謝する秋祭りがあります。長崎くんち、唐津くんち、博多おくんちを日本の三大くんちと呼んでいます。長崎くんちは400年近く続く諏訪神社の例祭で、国の重要無形民俗文化財にも指定された歴史のあるお祭りです。平安時代、貴族の間で菊の花をめでながら歌を読み合うことを菊合わせと呼びました。この内容が徐々に変化して、育てた菊の花を持ち寄って美しさを競う品評会のような催しを菊合わせと呼ぶようになったそうです。今でも菊の品評会は日本の播州に全国各地で行われています。こちらは房咲きの菊で、オランダで育種されているポットマムシリーズの一つです。日当たりの良い場所でどんどん花が下から上がって咲いてくれます。こちらのアスターも菊科の植物です。気品のある花の姿から高貴の花言葉を持つ菊の花ですが、不老長寿の願いを込めて飲む菊酒は花びらを蒸して冷酒に浸してつけることで、高貴な花の香りが酒に移った、なんとも品のある一杯だそうです。私はお酒をいただかないので、ジャーマンカモミールにペパーミントやローズヒップをブレンドしたハーブティーをいただきます。菊をめでて、翌日の9月10日は中秋の名月です。別名芋名月とも呼ばれます。アメリカではハーベストムーンと呼ばれ、収穫月となります。満月が高校と明るいので、夜に収穫ができて助かるというところから呼び名になったとも言われています。お天気が良ければ美しい月をめでられることと思います。秋の七草はススキ、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、キキョウ、ハギです。ススキや秋のお花を飾ってお月見団子をいただくのも良いかと思います。昨年の動画でも朝陽の節句についてお伝えしていますので、よろしければ
下の概要欄に貼っておきますのでお楽しみください。季節の変わり目で寒暖差、疲労や夏の疲れが出る頃ですが、ここで体調を整えておくと秋も健やかに迎えられますので、どうぞ皆様ご自愛ください。この動画では人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために、植物の力で心身を癒し、あなたらしく輝けますように植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。